はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日5月12日ですね。よろしくお願いします。ユーティリティチェックしていきましょう。無料補給物資レベル2。ほいじゃあまあ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、自宅からねやっていきたいと思います。若干ちょっと髪型とかも変えております。はい、そんな感じでやっていきましょう。ステンパックまたは薬物を集める5、マイアラークを倒す5、ワークショップまたはキャンプに床、壁または天井を作る5、実弾弾薬集める、敵の部位を破壊する、発光するクリーチャーを倒す、遠征、タックスイベージョン完了する1になります。あとウィークリーの方もね、だいぶ終わらせておりますよ。あとイベントの方も全部終わらせることになりました。ね、これも終わってるし、ね、あと、ウィークリー。来週ですね。来週のやつ達成すれば終わりって感じですね。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ワークショップまたはキャンプに行くか、壁または天井を作る5、達成です。はい、マイアラックを倒す5、達成です。毎度おなじみ、アパラチアンティークの上です。お、フールが来たぞ。じゃあ、次行きましょう。人間の敵を破壊する30、達成です。ウィークリーですね。はい、実弾弾薬を集める20も達成です。はい、スティンパック薬物を集める5も達成ですね。空を飛ぶ準備はいい？乗りな、エンジンをかけ。はい、タックスイベージョン終了、完了しました。達成です。はい、ルイスバーグ駅サバイバルテントの前になります。そんな感じで、すべてのね、デイリー達成ですね。まあ、ほぼタックスイベージョン遠征のね、カジノのところですべて同時に達成できそうな感じになりますね。あと、ウィークリーの方がロボットを破壊する5なんで、まあ、これも、行けばすぐ終わる感じだしね。今回もこんな感じで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。